どうも、トムヤです。今日は栃木県の市貝町にある芝桜を撮りに来ました。20万株あるらしいんですけど、どれが1株っていう単位なのかが分からず、今日使うカメラはニコン T752 シグマの 35mmF1.4 アウトラインをつけて撮っていきたいと思います。雨上がりなのに人がいっぱいです。後ろ通っていいですか？あ、はい、大丈夫です、はい、ごめんなさい。よし、よいしょ。蜂だよな。蜂だよ、それは。それは蜂だよ。それは蜂だよ、刺されるよ。へぇ、ちょっと待って、撮っとくか。よいしょ。ここ撮ってもだね。ここ撮ってもなので。へぇ。やっと喋れるぜ。喋れますよ。芝桜は濃いピンクとピンクと紫と白があるみたいです。あのね、さっきのね、あっち側はまだ植わってないからただの土だったみたいですね。こっから見るとすごいいい景色なんです。あー、また人が来ちゃうよ、人が来ちゃうよ。空が綺麗なら言うことなしなんですが、曇っているので今日は空はあまり入れずに撮ります。暑いです、暑いですよ。いや、ダメなんだ。すごいね、桜って言うだけあって花びらがちゃんと桜の形をしています。してますね。あの、雨上がりなので花びらがみんなこうなっちゃってます。年配のカップルが多いです。いいね、あえてね、手つないでね、いいんじゃないですか。あ、めっちゃ刺されてるね。めっちゃ痒いわ。めっちゃ痒いです。人混みの方に行くか、頑張ろう。イエイ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 。この V ゾーンから撮ればいいですか。行ってまいるぞ。ズームかければいいんだよな。撮りたくない。いやー、そうでもないです。美人さんだから、よく撮れたよ。いや美人さんだもの、よく撮れるよ、かわいい。ありがとうございます。ありがとうございます。よいしょ。探し
ましょう。どこでしょう。どこでしょう。これピンクなの？緑系？紫じゃないの？ピンクから紫。緑じゃない。さあどれしましょうか。誰誰どれがいいかな。紫とありがないでしょうね。紫はそこに白の粒もあるんだから。どれがピンクでどれが紫でどれが赤なんだいって話をねしてるんですが、どれが紫なんでしょうかね。これが紫なのか、これがピンクなのか、私が青って言ってたのはあれが紫なのか、解明されないああいう会話はいいですよね。雨上がりの水滴が綺麗なのでマクロレンズを持ってきます。行くのめんどくさいよ、駐車場まで。よし、マクロレンズを使いたいと思います。続きまして日光ル 105mm2.8GED のマクロレンズを使います。どうも、皆さんお仕事ですか。あ、お仕事中です。頑張ってます。あ、ありがとうございます。あ、よろしくです。ありがとうございます。ありがたい、お疲れ様ですと言っておきました。ありがとうございます。ありがとうございます。なんですが、こんなシュールな感じでやってるとは思ってなかったでしょうね。さあ、頑張ってくださいと言われたところで頑張ります。あそこにつくし出てましたよ。何個かありましたよね。白いところだから分かりにくいけど、他の色のところないかなと思って。そうなんです、なかなかなくて。で、白いところですよね、さっきあったのは。ごめんなさいね。なんか6マイターの芝桜見つけるとなんかいいことがあるって。花びらが6、はい、なんかね、写真を撮って受付かなんかに持ってきて、なんとかかんとか書いてあるの。私もよく見なかったんだけど、6枚のがあるんですね。6枚のがあるらしいですよ。じゃあ見つけます。頑張ってください。はい、頑張ります。あの人は何なんだろうね。なんか持ってきてなんかあるらしいんですけど、6枚刃あったかな。6枚刃、あーもう帰れないよ、6枚刃見つけるまで。全部5枚だよ、5枚しかないよ。制限時間30分で探します。探し出します。多分一株がゴロッとが6枚刃らしいので、ゴロッと見つけます。あった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 。写真を撮って受付に持っていきたいと思います。いや、やったけど見失っちゃった。あった、よし、撮ります。では、6枚刃の芝桜を発見したので受付に持っていきたいと思います。受付がどこなのかわからないけど、さっきのお姉さんいないかな。さっきのお姉さん、あ、総合案内、案内所に聞けばいい。あ、括弧本部。では6枚刃の写真を提出したいと思います。ここからは音声だけ。あの6枚の花びらの写真を見つけて本部に持っていくと何だかあるんですか。あの道の駅に観光協会がありますので、そちらの方でも。道の駅、はい、ここからはどう行けばいい。今ここなんですね。はい、わかりました、はい、ありがとうございます、はい、本部じゃなかった、道の駅だった。差し歯の里1階まで行ってくれってことなんで、行きましょうか。行きましょう。行きましょう。よし、1階町の道の駅差し歯の里に行きました。これでいいのかな。案内所、観光案内所。よし、観光案内所。すいません、芝桜に行ってきたんですけど、6枚の花びらを見つけるとって聞いて、はい、さあ、進行6、はい、青がいいです。はい、青で、はい、ありがとうございます。はい、
ってまいりました。提出というか画面を見せただけだったんですけど、柏の里1階まで車を10キロ走らせて芝桜から走ってきたんですが、ボールペンをいただきました。高評価、チャンネル登録お願いします。今日も見てくれてベリーセンキュー、バイバーイ。